グラウンドペチカを茹でるな。この動画では食材の美味しくなる使い方を紹介しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。グラウンドペチカは豊かな風味と甘さが魅力のジャガイモです。美しい赤紫色の皮と調理しても崩れにくい滑らかな食感が特徴。ビタミン C や食物繊維が豊富で栄養価も高いです。今日はこのグラウンドペチカを使った美味しいレシピを紹介します。それでは参ります。グラウンドペチカのピザ風トースト。グラウンドペチカを洗い皮を剥きます。スライサーで薄く切ります。トースターで食パンを軽く焼いておきます。片面だけ焼いてカリッとさせてください。焼いた食パンの上に薄くスライスしたグラウンドペチカを均等に敷き詰めていきます。この上にとろけるチーズをふんわりと散らします。オリーブオイルを軽くかけ、塩と胡椒で味を整えます。あとはトースターでチーズが溶けてグラウンドペチカが柔らかくなるまで焼きます。これで完成です。簡単ですのでぜひお試しください。続いてグラウンドペチカのサラダです。グラウンドペチカの皮を剥きます。さいの目に切ります。水で洗います。グラウンドペチカを耐熱ボウルに入れます。ラップをふんわりかけて電子レンジ600ワットで5分加熱をします。フォークで柔らかさを確認します。ベーコンをみじん切りにします。中火でフライパンを熱し、ベーコンをカリカリになるまで炒めます。ベーコンを取り出し、余分な油を取るためにキッチンペーパーの上に置きます。フライパンの少量のベーコンの油を少し残しておきます。このフライパンにみじん切りにした玉ねぎを加えます。中火で約3分ほど、柔らかくなり少しカラメル色になるまで炒めます。火から下ろします。ドレッシングを作ります。小さなボウルにマヨネーズ大さじ2、粒マスタード大さじ1、酢大さじ1を加えて混ぜ合わせます。塩と胡椒で味を整えます。大きなボウルに調理をしたグラウンドペチカ、カリカリのベーコン、炒めた玉ねぎを入れます。上からドレッシングをかけ、全体に混ざるように優しく和えます。器に盛り、お好みでパセリを飾り付けます。これで完成です。ガーリックバターグラウンドペチカ。グラウンドペチカをよく洗い、皮を剥き、食べやすい大きさにカットします。グラウンドペチカを耐熱容器に入れ、ラップをふんわりとかけます。電子レンジ600ワットで6分温めます。グラウンドペチカが柔らかくなるまで温めます。グラウンドペチカを加熱している間にバターをフライパンに入れて弱火で溶かします。溶けたバターにニンニクのチューブ2センチを加えます。香りを引き出します。加熱したグラウンドペチカにガーリックバターをかけ、軽く混ぜ合わせます。塩、黒胡椒を加えてさっと混ぜ合わせます。ぜひ温かいうちにお召し上がりください。ぜひ美味しいグラウンドペチカをお楽しみください。本日は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。